生徒会長という大役を拝命するにあたり、私の初心をお話ししておきます。すっげー、なんだあれ、お前意味わかった？私はこれを読んで少し考えてしまった。率いる者としてどうあるべき。優しさだけでは侮られる。時には冷酷でなくてはいけない。人々を捨て、彼らの生活音を預かる者が人並みの幸せを得ることはやはり難しいのだろうか。ブリリアント料理長。料理長？ああ、俺のことか。素晴らしい味だ。こんな感動は久しぶりだな。ブイヨンには何を入れているんだ？ブイヨン？なんだよそりゃ。